大所事情シリーズトス編でございます井上真でございます直美役佐藤ですさぁ今日もプロサッカーデータマンの先生に伺っていきましょうということでねトスの大所事情ポイントはどんなところなんですかポイントは、うん、活性化するアカデミーそして<お>そこをフェルナンド・トゥレスが…点点点ということで今回ちょっとトスの U18 的な事情も踏まえながらいきたいなと思います、うん、ありがたいですはい。それでは開いてみましょうトスポン出ましたこちらですねうん。 ああはあはあ、こういういフラエアリーな世代分布にな,っ、ね、なってますねなんか後ろのバックの、ねえー、色もちょっとエアリーな感じです、ね、説明しますと17歳が一番下一番上が38歳ね、えー、だんだんこう世代ごとに上にいきますということで横はポジションごとそして選手特性ポジション、えー、そのスキルなんかもですね色で分けてございますそれは逆、えー、つくリスペクトシステム詳しくは上に出てます動画表、えー、の見方をクリックしてみてくださいお願いします。それでは先生 ヨロピクよろししくお願いします、はいえー、ということでねいつも通りゴールキーパーから見ていきたいなと思うんですけれども、えー、今までのチームと、まあ、J1J2J3 並びに、えー、海外ですね、はい、いろんなところ我々この冷蔵庫シリーズやらせていただいてますけれども。 その中でも初めてじゃないかなキーパー一番若いっていうね全世代全オーディションの中でも。確かに一番上でもいいなとねそうですねというか何ならの話で言えばまあ夏に大久保選手出たからってのもあるんですけど一瞬だから一瞬だけね 高岡選手が最年長になった時ありますから<ー>一瞬ね一瞬だけ、うん、であの栃木から石川選手が今後の旅やってきてまいりましてというのがありましたがまあ一番手はまあ高岡選手ですよね高岡選手ですね、うん、まあここを許すこともないでしょうね、うん、高岡がもうこのまま掴むと、うん、あのこれ皆さん覚えてらっしゃるかなんですけど高岡選手もともとはあの横浜 SC からあの来た選手なんですよあの去年ですねそのお互いのその高岡選手と今その横浜 前シーンにいた辻選手というのがいて、はい、あの育成型レンタルトレードみたいなことが起こったんですようん、うん、お互いそれこそあのキーパーの、まあまあ、今環境変えようということでふっ、はい、てこうずらしてみた結果、えー、いろいろありましてこうなっちゃいましたねそのまま完全移籍になりましたので高岡選手なるほどね。うん、ねそしたら定位置んじゃったもうなんならもう全然盤石の体制で今いらっしゃるという状態なんですよ、うんはい、でこの下でやってくるのがキム・ミ、ま、ノ、あ、選手もいるんですけどそしてまだ 金メダ選手もいるんですがその下の板橋選手、うん、着目してほしいのはまずこの選手なんですよね、うんえー、現在、えー、サガン鳥栖の u 1 8に所属している選手で、うん、まだ一応トップチームへの昇格は決まったわけではないんですけどあす、ねまあ、ほぼ決定的だと僕は思ってたりはします。でもう 高岡の次はもうここでしょううっていいぐらいもうずっと任せていくぐらいのビジョンを持って彼を上げるかもしれないですね。というかむしろトスとか関係なく、はい、世代のこのゴールキーパーのトップランカーです。ほうほうほうなるほどなのでパリ世代に値するんですよ、ねうん、2001年生まれ以降に関してはパリ世代ということになるんですがパリ世代の正守護神候補と思っていただければ。 なんですよ、はい、なんで高岡である程度まで行きつつの板橋育成期間みたいなことが起こりやすいんじゃないのかなとは思ってたりしますね。じゃあ世代的に人数的にはこれキーパーはオッケとそうですね高岡選手が主戦の状態なので、ええ、ここは新しく誰か取る必要性はそんなに正直ないと、ねね、いというこ,ともないということですね。

そうですね割と高齢な高齢なって言うとあれですけどそうなんですよ、はい、ここはちょっとびっくりしましたねこれ作ってる中で、えー、そいいいいないっちゃいなゃいのかと、うん、まあ確かにディフェンダーはでも年長者がやるケースが多かったりしますから、はい、で今年で考えても主に今やってるのが、まあ、高橋秀人選手高橋裕二選手、うん、この2人で形成していることから考えてもまあ まあそんなには問題ないんじゃないのっていう状況はありま,したにいたしますね。ただこれいろんな問題が正直今年鳥栖は起こってしまったんですよね。うん、あのやっぱりやっぱりこう我々見る中でもこのバランスやっぱりもうちょい若手って,みてもいいじゃんって思っちゃうじゃないですか正直な話、ね。今までのいろんなチームとこのねこの表で比較するとそう思います,そうなんですよただね。 今年問題だったのが例えばまず、えー、2人実は外国人選手をディフェンダーで呼んできました、えー、ただその2人がなかなか、えー、フィットしなかったそのうちの1人がこのガロビッチ選手う、はい、もう1人がブルシッチ選手というね,そ,うねそれぞれ2人だったんですけど、はい、なかなかフィットすることができなかったでそ彼らをいわゆるレンタルとそれこそ契約解除という形で出すことになってしまったんでそんな中例えば谷口選手だったりもそうだしちょっと負傷する選手もちょっとちらちらと出てきてしまったりで、えー、ディフェンスラインをこうちゃんと組る む瞬間というかうかままくくできなくなっななってしまったさらに言えば原選手一番若い原選手に関して言えば6月にあのコパアメリカで呼ばれたので1ヶ月ぐらいいなかったんですね。うんうん、ディフェンンスラインて,んてこまでさらに言えば監督解任監督変わる大変な中でそこでやってきてくれたのは柏からパクジョンスであとは福岡から岩下であとは名古屋から金井選手がやってきてくれたなんてことがありました。うんうんうん でそれで現状この、こ、あのーまあキ,キ,えー、キム監督になって以降実は鳥栖かなり調子を上げている状態で夏以降だけで順位表を作るってなったら全然一桁クラスにいるんですよあそうですね。多分 多分残留はできるんじゃないかなっていうそこまでもう本当によく持ってきたというかねというところでありますけどその実は原動力になった一人がこの金井選手だったりするんですよね出場機会はこの夏に移籍してきたからこそまだそんなにないんですけど6試合7試合で3ゴールぐらい決めてるっていう状態でディフェンダーですよサイドバックなんでやねんっていうのはありますが期待してたわけけじゃないでしょうどねただねでも名古屋時代去年は実は名古あの相当点取ってるんですよ6点ぐらい取ってるっていうのもある あったのでもしかしたらそこに目つけてってところもあったかもしれませんけど、はい、まあでもこう見ると左サイドバックを主に務めるのが三つ丸選手とか金井選手が多いんですが、まあ、クロスタータイプの三つ丸最後の,そのフィニッシャー役にもなれる金井っていうところで、うん、キャラクター分布としてはまあなんかちょうどいいんじゃないのかなと。はい、唯一言えばば若手取れればよかったたんですがただやはりその 今年の我々が今見るからこそ取ればいいいんじゃない取ればよかったんじゃないのって思ってるだけであってっい、ねはい、開幕段階はその監督がそれこそそもそも違かったし、はいえー、やりたいことってこともちょっと違かった状態なんで、うん、それで生まれちゃった結論だからここはちょっとしょうがないのかなと。な いうところですね。まあ今後ディフェンダーの若い選手を取っていければいいなぐらいのことですかね。もうそう。さすがですね。この表見ればそうでしょう。ですよね。それがもうちょいといくとだんだん分かってきます。アラマン。ということで続いてボランチ見てみましょう。はい。ここも空いてますね。ちょうど世代一気に。ロンドン世代ぐらい以外は全部。 大ベテランもチームの顔高橋由樹がいたあとで次に原川力、はい、まあ今のボランチの主戦ですよね。うん、ねただ、ね、その下が、ね、ここ実は面白いんですよ選っ、はい、一旦大学,は大学こそ経由してるんですけど、うん、この樋口選手石川選手この2人に実はとある共通点があるんです。うん サガントス U12U15U18 全部の経験者すすごい抜抜ききはなんでちなみに言うとその右下にいる石井海星選手黄緑のね彼も同じです u 1 2 5 8すごいねいいクラブになってまいりましたねあららららそれを考えていくと上の方には実はユース出身者って ってものががいいないんです樋、うん、口はまあ大学経由してるとはいえ、はい、U121518 石川もそう石井もそう、うん、板橋松岡本田のこの2001年世代は当然今現ユース松岡先生はもうプロになりましたけど。ということで何かっていうとですね鳥栖が今やろうとしてるのは、はい、もうひたすらユース革命をこのずーっとやってきたんです。今でこそ えこのサガン・鳥栖というチームは J1 で、まあ、今年はねちょっと残留争いですけどずっと居続けてるじゃないですかうです、ね、一応昇格というイメージですよもうただ1 5六6年前遡ると実は J2 ワーストの年間で3勝しかできなかったなんてシーズンとかも、えー、あかまああったんですよ、はい、ただこの J1 にっていうふうになるちょっと前のところから鳥栖、うん、はユースの改革をちょっと行っていてすごいのよ鳥栖のユースって。その成績が っていうことですか<う>ユースの中でそうほうあの 我々からしてというか例えばマーサんの世代でもそうかもしれないしもっと上の方もそうかもしれないけど例えば国見高校とかってあるじゃないですか同じ九州の地区で考えていてあと今だったらやっぱ東福岡なんてずっと強いしあとはまあ熊本の方であの大津高校なんてあの上田直美日本代表の上田直美選手とかあと川崎フロンターレナの谷口翔吾選手とかあの辺りも輩出してる高校なんですけど実はね東福岡高校ちょっとすごいのが。 東高校福岡高校じゃないかここはちょっと後でお願いしますあのねサガン,ントスの U15 から U18 に行けなかった子たちが今東福岡にいってるんです、うんはあ、昔は九州中で多分一番坂のうまい子がが集まるような感じだったじゃないですか、ね、それこそ鹿児島実有からっていう時代、はい、あったけどまずファーストチョイスがこのトスユースだと トスのユースがそれだけ相当強くなってきてるんですよ。<ー>トスがちょっと目指してるのはもう日本じゃないんですよ。はい、世界なんですよ。そういうビジョンでやってる。あらららら？えー、なんか思い出しませんかマッサ？トーレス、トーレス。トーレスですよね。うん、トーレスを招集して、もしかしたらあの社長、うん、その呼んだじゃないですかこのトーレスをね。 そのの時にもう言っってててたんじゃないのかないいかと思あなたがもし日本で引退することがあるならばなもしくは例えばこのサガンとしてるチームを好きになってくれるのであればその後あなたにはポストを用意しようとうん、うん、それでやっていただきたいのがあのそのユースなんだとうんもしかしたら僕はそっからなんじゃないかと思っていてまあいい意味でなんかあの人をね連れてきてくれたり、うん、話題にもなる選手で花のある選手だったりしますから当すはね。はい へそうであとはでもそのあれですよね引退会見の時もそれを熱くおっしゃってましたねそうですね彼がそうなんです、うん、でトスって今もうアンダーカテゴリーの中では最強のクラスなんですよユースはもう、えー、例えば柏レイソルなんかも強いし今年のクラバユースとかであればあの名古屋が勝ったってことかありましたけど、はい、もしリーグ戦を単純にユースだけでやってったりとかすれば、えー 1>, トス1位になる可能性が正直高いっていうレベルなんです,、えー、ですかしかもあの安定的な成績を残すというか何、えー、でしょうね例えるならあの10例えば同じなんだろみんなでこのクラブユースでこうリーグ戦やりますってなって10年分戦ったとしたならば10シーズンやったとしたならば、うん、どのシーズンも絶対3以上みたいな。 安定の強さを誇っているというイメージなんですねそう、はあ、それが U18 だけじゃないんですよその下も15もそうへそれは何その育成力なのかそれとも そういうういい子がるるようになっていっててか両両方両方だからだこれから今度やるのは、うん、そこから今度はトスはそのトーレスっていうブランドも活用し、ね、日本中の中でトスっていうふうなところ行ったら自分はうまくなれるかもしれないぞって思わせることが一つとさらに言えばスペインのそういう国際大会みたいなところに行くようになって、はい なんてことすれば<ー>強化の仕方が変わってくるんですよね、うん、日本代表 JFA なんかもアンダーカテゴリーで結構いろんなところ行ったりしますけどうん、うん、結局例えば樋口選手なんかもまさにそうなんですが、うん、U121518 を経験した後で大学経験して戻ってきたりしてるわけだけど、はい、そういう選手も今後も出てくると思う<ー>ただやっぱり鳥栖を経由したからこそそこで結局全員が例えばプロ入りしたってなったらすごくないですか、うん、優秀がそ,、ねうん、それもしかしたら目指してるんじゃないのかなと思っていて。 で,でもそうするとトスに入らないかもしれないただ、うん、だけど日本全体のサッカーのためになるよねそう底上げになるんですよそういうところも意識してやってるいやーすごいおみそれがだんだん樋口、うん、石川とやってきて最強世代の,この石井が入ってきて、うん、松岡がやってきてみたいなところになってきてるんで鳥栖、ね、のこのこれからの下この若い年代とかっていうのには、まあ、注目していただければ。 なんかワクワクする話ですないや本当にそうなんですよいい選手揃ってるから本当にでだんだんあの自立して考えられる選手とかも出てきてるんですよ はいだからこれあの僕らからしたらういうことプロに行けるんだったらプロに行った方がいいって考え方あるでしょうん、だけどもうちょい自信をつけたいんだなんていう選手も出てくるきてるんですよだからあえて僕は大学で一回もまれてから来ますと日本のよさだよねス<う>、ね、っていうものは知ってると、うんね、もう分かってる、うん、だからもう4年後にもちゃんと見つけてもらってプロに行けるように一旦四4年間鍛えさせてきていただいて、うん、鍛えてくるから待っててくれみたいな感じの 選手もちょっっとててきてるっていう状態なんですよね鳥栖は,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 はこれまで、まあ、上の方見ていただいたら分かるけど例えば小林雄三選手谷口選手高橋良樹選手戸田選手なんかももちろんそうだし、はい、もうこの表の中にいないからとオレス選手なんかも、うん、去年今年はそうですよベテランがたくさんいたというのは結構あった。うんでえー、というのはあったけどもこれからだんだんやってくるのはもう自社。 もう自前で育てた選手たちが上がってきてこのチームを支えていくっていうことを構図に変えようとしてるんだっていうところになって でこうそして攻撃陣ちょっと見ていきたいんですがまあねいろいろな、ね、こう組み合わせいろいろあったけど、はい、最終的に戻ってきたのが豊田だだっっ、ね、<laughs> ここにありりで、ね、でもやっぱり昔からそうだったんですよね、うん、あの例えば今セレッソに行った藤田、うん、直之選手なんかとかあとは今名古屋にいる吉田豊選手とか、はい、あとは同じくセレッソにいるあの水沼選手なんかがこのトスにいた時とかですけど、はい、真ん中では後ろから藤田もしくはロングスローの藤田。 左サイドからの吉田右サイドからの水沼っていう形でやってきたのが、はいえー、いわゆる好調だったサガン鳥栖なんですよね。今年ちょっと だん,だんこの,あの監督戻ってというかえまあ取り組み始めたことでもあるけど左から三つ丸なんですよね左から三つ丸のクロスもしくはクエンカ右からアン・ヨングっていう形でちょっとだから前のパターンに戻りつつあるそして藤田がやってたことは原川がやり始めたでムーと豊田がいてくれてという形に変わってきてるからクエンカアン・ヨングこれ聞いてますからね本当クエンカ来てくれたこともある意味ではもうトーレスと並ぶほんに最大の 功績みたいなところはあるんじゃないのかなと、<laughs> トーレスいてこそみたいなところもちょっとあるかもしれない。そうね。ただ分、分からわかりやすいのは、えー、ちょうどあの時ですよ。あのインターン一週間ぐらい前ですか。うん、えー、トーレスと交代で入った、まあ、来季新加入のこの林大地選手が。得点を決めて、はい、まあ、にこやかにされていたっていうのが。ちょっと一つ、ファンにとってはたまらないシーンかもしれないですね。そして、この冷蔵庫のね、この台所ちょっと見ていただくと分かると思うけど。そのトーレスが、トーレスと同じようなこの豊田とかの、この同じラインのところから、これから。 僕らの僕から林っていうだけじゃなくて、うん、僕らの世代から林たちの世代にこれからバトンを渡していくんだよっていう笑顔だったんじゃないのかなと。えーはい、素敵なシーンですねあれね、うんうん、と思いました。はい。以上でございますな。なるほど。これ何よりこれね自社でこう生成したものたちがいろいろ富をもたらしていくっていうね、えー、そのサイクルが生まれつつあるうそうです。まこの大所城シリーズ大季に向かって。 明るい材料がたくさんということですね。揃ってますからね。なるほど。はい。わかりました先生、ありがとうございました。ありがいまた。だ言えばセンターバックだけ誰か取りましょう。なるほど。はい。わかりました。ミルクさんからアカデミー、えー、マイヤやっております。もろもろいろんなこと出しておりますので。はい。 チャンネル登録をお願いいたします。お願いします。ライブ配信は月曜日の21時から生でやっております。そして劇場ライブも毎月やっております。概要欄をご覧いただきたいなというふうにお。お願いします。いや、今日もありがとうございました。ありがとうございました,また。明朝お会いしましょう。皆さん、井上までした。ノーミルク佐藤でした。ありがとうございました。ありがとうございました。